どうもこんにちは、ミカスです。今日はこちらを紹介しようと思うんですけど、コフォチェアのプレミアムっていう商品なんですけど、クラウドファンディングでめちゃめちゃ売れた椅子なんですよ。雲のような極上の座り心地っていうやつなんですけど、早速どんなものなのかね、まずは開けていこうと思います。はい、こんにちは。おっと、ご覧ください、裏蓋に説明書が印刷されてます。なんかこういうの優しい。まあ中のこの商品なんですけども、まあ部品がね、箱にこう入っているわけです。これアームレストって書いてありますね。でこれなんですよ。これ、ようこそ癒しのコフォチェアへ、最高のワークライフのスタートって書いてあるんですけど、これ何入ってるかっていうと、ズーベシ。はい、あの組み立てするときに床が傷つかないようにプチプチのシート入ってるんですよね。何それ優しいすごいな。まずアームレストですね。おっと、組み立て専用工具セット、ユーザーマニュアル、出まし、出た。ご覧ください、手袋がついてきてます。しかもこれすごいよ、ちゃんと印刷されてるよ、ここって。しかもこれ2セット入ってます。で専用工具がちゃんと、これ手が痛くならないようにハンドル付きの工具ですよ。で取説と、これが何かというと、おーっと、何かクーポン券とかギフト券とか、なんかそういったものが入ってますね。そしておまけがついてきました。はい、こちら、これちょっと出してみましょう。コースターがついてきました。あの水吸い込むやつ、これ椅子とセットでいいですね。コーヒー飲むときにコフォチェアとコフォコースター。はい、であとは、ちょっと重いんであれなんですけど、まあヘッドレストとかハンガー、そうハンガーついてるんですよね。まあ後でやりましょう。とその下に本体が入っております。では早速ちょっと全部出して組み立てていこうと思います。さあこんな感じの全体像になります。かっこいいですね。今回このモデルは、まあ一応ホワイトモデルになってます。もう一つブラックの方のモデルもあります。このメッシュ部分ね、これはプレミアムっていうグレードなんですけど、その下に標準グレードもありますね。では、機能的な部分をちょっと見ていこうと思います。まずですね、まあご覧の通りメッシュなんですよね。でこのメッシュっていうのがいい感じにこう体重がかかると非常にこう体のラインに沿ってこう、なんていうのかな、伸びてくれるというか、変形してくれるというか、なので座り心地がまず非常にいいんですよ。でこのメッシュの張り具合がね、絶妙なんですよね。まあ背中と、あとランバーサポート、腰ですね、腰のサポートが結構、これ張り出してるの分かります？結構張り出してるんですけど、いい感じにこうズムッとね、こう潰れてくれるんで、これがね腰のフィット感が抜群にいいんですよ。で座面ですね、座面ももちろんフィット感が抜群なので、長時間座ってても疲れないっていう特徴があります。で、はい、ここにレバーが2つついてるんですけど、まあ、手前側のレバーが昇降ですね。まあ、あのこのように上げ下げができるわけですね。でこのレバーが座面の前後スライドになってます。これをこう引きながらお尻をずらすと、はい、わかりましたかね。はい、かなりの量のスライドするんで、まあ、体格に合わせて、かなり好みの位置を見つけやすいんじゃないかと思います。はい、で次がですね、ここにダイヤルがついてます。でこのダイヤル何かっていうと、まあ、リクライニングがついてますので、リクライニングの強度ですね、まあ、右に回せばきつくなって、左に回せばこうスルスルになっていくっていったものですね。はい、それからですね、この背もたれ、この背もたれなんですけど、実は背もたれの高さが変えられるという構造になってます。どういうことかっていうと、結局さっきのこのランバーサポート、腰の張り出し、これを自分の好みの場所に当てることができるんですね。しかも座ったまま調整ができます。ちょっとやってみますけど、これをまあ上に上げれば、こうチキチキっと上がるわけです。で好みの位置に固定するわけですね。で下げたい時は一旦一番上まで上げると下まで下がると。だからこれ微調整が結構細かくて、まあ1、2、3、4、5段階ですね。5段調整で、上げ下げができると。
はい、このように座ったまま調節することができます。さあ次にオットマンなんですけど、まあラチェット式になってまして、ここにレバーがついてます。これで上げる方向と倒す方向にこのレバーで切り替えができるようになってます。で上げるときは、はい、このように上げれるんですね。でさらに、はい、このように伸ばせます。なので、リクライニングと合わせて椅子の上で寝ることもできるといった感じになってるわけですね。はい、最大まで伸ばすとこんな感じに足が伸びきります。さあ次に肘掛けなんですけども、肘掛けがまず回転します。好きな角度に合わせられる。さらにちょっと見えないんですけど、下にボタンがあって高さ調整もできます。高さ調整と角度調整、さらに左右にスライドもします。はい、あと前後スライドもします。なのでまあ肘掛けね、体型だったり自分の使いたい感じに合わせていろいろ調整できるようになってますね。さあヘッドレスト、ヘッドレストも角度がこのようにクリッと3段階に変わるようになっております。ハンガーついてますので、もちろんね上着をこうかけとくこともできるし、まあもちろんカバンをねかけとくこともできるようになっております。素晴らしい。いやー極楽、すげえ座り心地いい。なんか仕事したくなくなる感満載です。はい、ということでまあ一番楽な体勢になるとこんな感じで、もう半分ベッドですよね。はい、ということで座り心地極上です。さあいかがでしたでしょうか。コフォチェアプレミアム、まず第一に作りがめちゃめちゃしっかりしていて剛性感がすごい。なのでまあちょっと使ってるうちにすぐ壊れちゃったっていうことはまずなさそうな、この強度、それからこのメッシュの座り心地、これはですねもう何とも言えない座り心地なんですよね。あのスポンジのクッションとは全然違う、本当に自分の体に沿ってしなってくれるというか、だから長時間座ってても疲れにくい、そして蒸れにくい。夏場ね、あの革張りの椅子なんか蒸れちゃってね、なんかこう不快な感じが長時間特に座ってるとあると思うんですけど、暑かったりね、これだったらそういう心配も非常に少なくて済む。で、まあ、肘掛けだったりとか背もたれ、まあ、ランバーサポートの位置が細かく調整できるんで、自分の体に合ったように調整ができる。おまけにこのオットマンとリクライニングでもう疲れたらすぐ寝れるっていうね、はい、まあ、ちょっと仕事になんなくなんじゃねえのっていうぐらいの極上な座り心地の、まあ、デスクチェアというかオフィスチェアというかねでした。まあこれはプレミアムモデルなんで値段はなかなかいい値段するんですけど、まああの形が非常に似てる某メーカーのやつよりも価格的にはだいぶ安いんで、どっちがいいって言われたら機能的にもこっちの方がいいんじゃないかなっていう感想ですね。はい、ということでコフォチェアプレミアムでした。以上です。じゃあいね。さあこれで全部じゃないんですけど、ちょっとねこのねプチプチの上に並べてみました。まずはやっぱりこれからですよね。で梱包も非常に丁寧に一つ一つされてるので、開けたら傷ついてたっていうことは多分ないんじゃないかと思います。ご覧ください、金属製ですね。まあもちろんいいやつなんで金属製になってます。じゃあまずは、足にキャスターを5個つけます。さあ真ん中にシリンダーもね非常にしっかり質感が高いシリンダーになってますね。さあ今度は座面なんですけど、この椅子オットマンがついてますので座面にオットマンを固定します。はい、座面の裏からこの金属のフレームがねこれピュッと出るようになってますんで、ちょっとピュッと出してあげて、でここにこのオットマンに穴があるので、こうズボッと差し込んであげて、上からネジで留めて、で上からネジで留めてあげると。はい、じゃあオットマンをつけたら座面をシリンダーに、はい、差し込みました。次はアームレストをつけるんですけど、ここね、結構こう真ん中より後ろ側につくところがありますんで、ここにまあズボッと刺して、で
こっち側からネジを止めてね、ここちょっと見えないんですけど、これ反対側ね、こっちからネジで止めて蓋をするといった感じですね。まあこうやってズボッと刺すわけです。はい、なのでアームレストに関してももうガッチガチですよね。すごい剛性感ありそうで、蓋をつけてあげると。あ、ではお次はここに背もたれをドッキングです。いやーもうね、すごいですよ、この金属のこのなんていうの、剛性感ね。はい、でこれは下からネジを締めるわけですね。はい、こういったボルト4本です。さあでは、今つけた背もたれに今度ヘッドレストをつけるんですけど、ヘッドレストのつけ方はこう引っ掛けてスライド、そうするとウィーンといくとバチッとね、真ん中で収まりいいとこがありますんで、この辺かな、はい、スライドして入れると。でここにこういったねハンガーがついてくるんですよ。いいですね、上着かけれる。でこのハンガーは、はい、このように上からズボッと入れるだけで、最後にはい、こういったフックもついてきます。これを下からズボッと入れて、で、下からネジを止めれば終わりですね。でこのフックをつけるときなんですけど、さっきこれねヘッドレスト真ん中にやったんですけど、真ん中にやるとこう樹脂がビュッとちょっと広がるんで、ネジがつけづらくなるんで、こうずらしてからやるとネジはつけやすいみたいです。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。